北の地で脈々と守り受け継がれてきた宗家の技、第36代宗家武田時宗が制定した秘伝木録。その技は驚くほど単純かつシンプルである。そして今ついにその技が完全解説される。複雑で派手ではない技の体系は実践を念頭に置いた最も効果の高い帯同に基づいている。